って行くとここですよ。あ、鈴吉、ここですよ、ここ。あ、いい感じ、いい感じじゃないですか、ね、こんばんは。こんばんは。どうも。フグが美味しいって伺ってきたんですけど、大体どのぐらいから食べられますか。一番安いコースで6000円からできますか。6000円、はい、6000円から8000円からできますよ。それで結構量的には、そうですね、もう白子までつけれますので。そこで2人は8000円のコースを注文。鈴吉は地元でも知られたフグ料理の名店です。選び抜かれた国産のトラフグは心ゆくまで味わえます。さあ、どんな料理が並ぶのか、2人の腹も叫んでいますよ。はい、お待たせしました。はい、お、これはもしや、すごい酒になりますね。嬉しいですね。ありがとうございます。おー、すごい。あ、すぐパッとね、なんか女性2人でフグなんて、いや、できないでしょ。贅沢何杯、本当だわ。怖くて私入れないの、東京だったら。乾杯しましょうか。なんだろう、この香りと。本当、うわ、前菜は煮こごり、フグの旨味が凝縮されています。あ、うわー、なんか身がやっぱりなんかそうね、不思議な感じですよね。いっちゃいますよ。いっちゃいます、ググッとググッと、あ、すごいすごいな。ちょっとじゃあ私も負けずにいっちゃおうだった。何が負けず、勝ち負けはないキャー、幸せ。こうやってこうやって、じゃあいただきますよ。いただきます。うーん、おいしい。おいしいでしょ、うん。正直フグをこんな美味しいと思ったこと、お刺身ってポン酢が美味しいと思うことあっても、フグが美味しい、そんなに思ったことないんだけど、すっごい甘みがありますよね、身にね。続いてはフグの皮の湯引き、舌触りが最高です。さらにこちらの唐揚げが続き、白子もつきます。程よく焦げ目をつければ美味しいところがあったなんてって感じ、ね、贅沢だ。うわ、すごい、またものすごい量です ね、 ありますね。頭の部分と、あの鎌の部分とですね、一回霜降りをしてますよね、はい、さっとね、うん、さっとこう煮て、うわ、食べてください。なんかもうプリプリですよ。仕上げは溶き卵をさっと加えて、旨味がたっぷり染み込んだ雑炊を味わいます。サラサラっとこう、うわ、贅沢な味ですね。コクがあるでしょうね。コクがある。あ、美味しい、美味しい。全部で7品、これで8400円はまさに産地ならでは。素泊まりしてるから、この贅沢がすごい、